プレイヤー、ユーザーも含め雑多な空間の中で、生まれる。ここにも多様性がないとうまくいかないんですけど、で皆さん今日来ていただいている皆さん一人一人が自分の存在とかそういうのが明確にならないと実はイノベーション起きない。自分が見えていない世界を見に行くっていうことを意図してほしい。目で見えたり感じたり聞こえたりっていう世界観を見てても、新しい変化とか創造性っていうのは絶対出てくるんですよ。覚えておいてください。我々の見えている世界の以外の世界を存在する。実はそこに大きなポイントがある。そのためにどうしたいのかっていうと、一つはインフラパーソナルダイバーシティ、これは自己内対応性ですね。自分の中に多様性を育むことがすごく大事ですよという話。それともう一つがネガティブケイノビリティというものをします。でこれは複雑なものを複雑な状態で受け取ることを言います。ぜひこの2つをお使いいただきたいなと思います。今年のテーマはパワーエコシステム。エコシステムの力をどうやって活用していくか。エコシステムっていうとなんかこう抽象的なイメージを持っていると思いますけど、エコシステムですね、経営の最もホットなテーマなんです。プラットフォームを提供してくれる企業あるいはプレイヤーがいて、でそのプラットフォームの上で価値を提供する人とユーザーがいる。ただそれだけです。ただもちろんそこには信頼できるコミュニティ、ブロックチェーンかもしれません。それから知識の共有や創造ができる。それから価値提供の仕組み、ビジネスモデルが、こういったものが積み重なってエコシステムができるんです。で最も重要なことはその安定性とインターオペラビリティと変化に適応する能力。やっぱり分かりやすさとか見えるものとかっていうものに普段意識が向いてるなっていう気がしていて、分かりづらいとか目で見えないとか何かそういったところに注意を向けながら対話をしていくみたいなことがすごい大事になるんじゃないかなっていうのをすごい感じました。リラックスしてさらになんか新しい自分に出会えた。プラットフォームではなくてなんかエコシステムを作っていかないとこれからの企業は残っていけないっていうところが印象に残りました。幅広いエリアからエコロジーについて考えられる一日になったなという意味でとても良かったです。